はい、今日はサブロクリップのハウトゥーしたいと思います。まずサブロクリップとは、サブロクサブロクポップにフリップを入れたトリックです。まず練習方法としては、片足からとりあえず回して片足から乗せる練習で、片足が乗るようになったらどんどん乗ってみる。後ろ足は片足だけ練習するの？後ろ足はなんか自分の場合はこのこの関節のところをここに置いてスクープしゃくるっていうか、音がなんかそんな感じになるけど、ちょっと音だけ、音がこんな、なんかわかります？サブロックポップはバチンだけど、サブロックフリップはしゃくる、こんなこんなこんなこれをなんか永遠にやっとけば多分できると思います。回し方はやったけど、スタンスとかスタンスは人それぞれ。最初はこう椅子に近い足、前足はキックフリップとかよりかは真ん中板のこのこっち側に置く感じで、後ろ足はさっき言った通りこのアウトラインに沿って関節を置く、でここ地面をしゃくるみたいな感じ。ポイントは、はい、ダイチダイチ、あああみたいな、あみたいな、こういうのやってるとサブロクリップができやすくなる。なるほど、もういいだろ。じゃあ一丁やってみましょうか。うん、どんな感じ今のサブロック？まだまだっす。まだまだふざけてるふざけてる。おい